ズキリと目の奥が痛くなり、そろそろ新しいものに変える時期かと、SNS で繋がった女たちの写真を見つめ、めぼしい顔を探す。インターホンの音が玄関から鳴り響いているが、そもそも家のインターホンは壊れているので、外を確かめてみるべきか否か。ベッドの下から猫の尻尾がゆらゆらと揺れていたため、野良猫が迷い込んだかと覗き込んだが、そこにはふさふさの猫の尻尾が生えた猫の骸骨が伏せており、以来私と猫の骸骨との共同生活が続いている。仕上げにケーキに粉砂糖を振りかけると、そんなもので隠しても無駄だという文字の形が浮かび上がった。友達が作ったミートパイは絶品だが、何の肉を使っているの?と尋ねると、人間の肉は使ってないよ、と笑って答えられたため、何の肉を使っているのかが気になってしまった。おじいちゃんも家に入りたいって、と幼い我が子が指さす先にいたのは、頭が極端に膨れ上がった無表情の男。愛用の香水の香りが、私が殺した女を埋めた時の土の匂いに変わっていく。先ほどから視線を感じて振り返っても、後ろには誰もおらず、まさかと思って天井を見上げても、何もなく、気のせいかと思って、ほっとしたとき、ここだよ、と腹の中から声がした。この夢が正夢なのだとするならば、私は数日以内に上司の車で引き殺されるのだろう、と話していた同僚だが、その翌日にそれは私であることを薄れゆく意識の中で思う。姉の足元には去年死んだ我が家の飼い犬がじゃれついているのだが、飼い犬の背中にパックリ開いた穴から、この女に殺されたという呪詛の声が響いている。私のツイートのリプ欄には必ず、それでいつこっちに来るの?と死んだ彼女のアカウントからのリプがある。あの日を思い出さない?と生めかしく笑う幼い娘の顔は、かつて山の中に埋めた愛人にそっくりだった。野良猫に手を引っかかれたからというもの、虫や小動物を見ると、よだれが止まらない。壁にできたひびに顔を近づけると、と生ぬるい息が頬に当たった。ベランダから外の道路を眺めると、どこからともなく集まってきた大勢の人たちが、ニコニコと笑いながら私を見上げているが、友人が死んだ日からは、なぜだ、あいつはいらない、と絶叫するようになった。ケタケタという笑い声が彼氏のお腹から響いたんです。だから彼のお腹を裂いて、その主を取り出そうと思ったんです。私は悪くないんです。巷で流行りの曲が、私にはどうしても
けたたましく笑う女の声と赤ん坊の泣き声、男の怒鳴り声が混ざったものにしか聞こえない。釣りに出かけた私は、たくさんの魚を釣り上げて意気揚々と家に帰ると、家人から、これ全部人の手足だよ、と青ざめた顔で言われたのだが、どう見ても大小様々な魚にしか見えないので、おかしいのは私か家人なのか。医者の言いつけを破ってこっそり酒を飲んだ晩、夢の中で、あともう少しだったのに、と恨めしげに私を睨む医者が出てきたかと思うと、目が覚めた翌日、私の家のベランダから首をつった医者を見つけた。大叔母は今年で御年119歳を迎えるが、未だに愛らしい赤子の姿で、今日もニコニコと微笑んでいる。シュークリームの生地の食感が何かに似ていると思ったら、幼い頃に食べさせられた干からびた彼の肌だと最近気づいた。珍しい肉を食べている友人に、人間の肉でも食べてるんじゃないの？と冗談めかして言うと、そんなまずいものは食べないと不機嫌になった。昨日から腹痛が収まらない。やはり浮浪者の目玉など食べるんじゃなかった。娘が手作りしたクッキーを私に差し出しているが、先ほどから飼い猫の鳴き声がしない。ポテトチップスの新商品に、私のおじの汗味というものがある。ミミズ肉はあんな味はしないから、ハンバーガーのパティにミミズが使われているというのはガセです。幽霊にも味覚はあるのか調べたいがために、私の友人は首をつった。炭酸飲料の炭酸の泡が、私には緑色の目玉に見え、それらを口に含むと、ぬるりとした食感がいっぱいに広がる。彼女がとんかつだと言い張るそれは、ぐしゃぐしゃに丸められた新聞紙をあげたもので、彼女の家族は、それを奪い合うように頬張っている。キイチゴのジャムの色を鮮やかにするには、息子の血が欠かせない。一年近く前から近所の踏切に花束が置かれているが、枯れるどころか、しおれですらいない。家族も、知り合いも、道行く人も、あの時手をかけた彼の金切り声でしか喋らないんです。と出頭してきた犯人は、うなだれて話す。キスでお姫様は目覚めるはずなのに、彼女はいつまで経っても目を覚まさず、代わりに口からウジ虫が這い出てきた。お腹が空いた弟は、おもむろに口の中へ手を突っ込むと、
そのまま腕を飲み込んでいき、今は肩を飲み込もうとしている。広場で串刺しになった町で一番の老人を見て、今年もこの季節がやってきたかと家路を急いだ。常に何かに対して怒っている義母にうんざりしていたが、ある日を境に穏やかな性格に変わったため、義父に事情を聞くと、メンテナンスのおかげ、という答えが返ってきたのだが、正直今の義母の方が好きなので、深くは追求しないことにする。実家にある日本人形とフランス人形は仲がいいため、夜中によく家を抜け出して街中を散歩しているのだが、二人がいなくなって心配するこちらの身にもなってほしい。噂話が一人歩きして、私の先祖はかつて人食いをして人さらいを行っていたと、近所の人から私たちは恐れられているが、彼らが本当のことを知れば、それどころじゃないだろうなと考えている。一ヶ月前から私をつけ回していた男が、おとといの夜に顔を青ざめて逃げていったのだが、無駄だったのだろうと、男の者らしき腕をボリボリと噛み砕いている足元の影を見つめてため息をつく。調理中に手を火傷してしまったのだが、日が経つにつれて治るどころか、緑色の皮膚が見え始めている。